今日は梨と鶏肉のブレゼです。ブレゼというのは蒸し煮ということですね。梨がシャリシャリとして美味しくなってきました。今日はお料理として一緒にいろんなお野菜と蒸していきます。材料はこちらです。梨は半分に切って、はい、これを1個ですね、8つないしは12等分ぐらいに切っていきましょうか。梨はこんな感じに切っていきましょう。皮付きのままで結構ですので、ちぎろうしていきます。胸肉、皮なしのものを縦に切ってあります。お塩小さじ3分の1ほどですね。胡椒です。半分ぐらいに切ったらば芯を取ります。はい、そうしたらば串に今日は切っていきましょうか。こんな感じに切っていきましょう。ズッキーニの方は頭とお尻を取りますね。さあ、こんな感じに切り目を入れたらば、あとは1センチぐらいに切っていきましょう。まあ、こんな感じに切っていきましょうか。はい、黄色いのもこんな感じに切っていきます。フライパンの中にオリーブを小さじ1ほど温めていきます。キャベツを適当に入れていってください。そこにお塩が小さじ6分の1、水と1杯ほどです。はい、そして胡椒です。ズッキーニ、パプリカ、塩胡椒しました。鶏肉です。はい、さあ、そして等分にしました梨を入れてます。さらにオリーブがもしあったらばオリーブを入れていきましょう。白ワイン、半分の1杯ほどです。そしてグリル、風味付けにバターを入れていきます。蓋をしていただいて10分から12分ぐらい中火で蒸していきます。10分から12分ぐらい経ったものがこちらになります。ここに最後ですがトマトを入れていきます。 2,3 分ぐらい蒸し煮をしていきます。こんな感じにトマトの方もしんなりとしたら出来上がりです。ここから汁を取っていきます。はい、これを全部加えていきますね。バターが 10g と小麦粉が大さじ1杯ほどです。はい、これをよく練っていただいて、こんな感じのものを作っていただいたら、これを溶かしていきます。こんな感じでとろみがついてきます。お塩をちょっと入れていきましょうか。はい、そして胡椒も入れていきます。はい、これで、ソースが仕上がりました。